つもご覧いただきありがとうございます。今回は撮影シーンなども踏まえながらお届けしたいと思います。イオスアール店で朝の梅を撮ってきました。今ご覧いただいているのはウランジの三脚に乗せた定点撮影の動画になっています。この三脚はとっても軽くて、イオス R テントの軽さもあってかなり機動性があります。おすすめです。今回レンズはシグマ1770の1本で撮ってます。このレンズについては前回の動画でもアップしているので、よかったら見てみてください。それにしてもこの時期の梅は綺麗でした。この三脚はかなりローアングルの設定もできて、いろんな撮影に対応してくれます。そして今回ラストはこのジンバル。ちっちゃくて軽くて R テントの相性はバッチリです。携帯性がいいので普段使いのジンバルにはとってもおすすめです。というわけで駆け足で進めてしまいましたが、 R テント朝の梅のお話でした。これからも R テンなどなど撮影周りの情報をお届けしていきますので、よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今回もご覧いただきありがとうございました。